こんにちは、くーみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピースやっていきます。今日もガチャを引いていきたいと思います。今日はですね、これ、なんか2回目 ?3 回目最近にできたガチャですよね。シンクロスカウト。これを、まあ、4回目までかな、引いても。うん。ちょこっとだけ引いていこうかなと思います。まあ、なんでこれを引くかってなったかっていうとですね、私ちょっと OB を第2弾今回ちょっと見送ろうかなと思っているので、まあ、その代わりといってはなんですが、これをね、ちょっと今までチャレンジし続けてるあの選手を狙って引いていこうかなと思います。で、まあ、じゃあそれが誰なのかという話なんですけれども、もう散々自チーム A ランクはこのチームで引いてきました。阪神タイガースですね。で、選手名鑑を見ていただければもう一目瞭然。一目瞭然じゃないか。はい。見事に黒いところが2つだけです。はい。青柳選手と、意中の、ジョンソンさん。はい。今回もこの P.J. さんことピアス・ジョンソン選手を狙って引いていこうと思います。ちょっと待ってくださいと。今日確かジョンソン選手 FA で移籍する ?FA 使うっていう報道が出たばっかりじゃないですか。シルエット化するんじゃないですかっていう声ももしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっとまあそれは関係なしに引いていこうかなと思います。まあ、阪神残らなくてももしかしたらね、NPB どっか他のチームが拾うかもしれませんし、わからないので、はい。まあ、シルエット化しても使いたいぐらいの気持ちで引いていこうかなと思います。確率はなんで12分の1なんですけど、まあ、引けて4回かな。合計20連か。4回目まで引いていこうかなと思います。ちょっとね、まあ、後でちょっとちらっとお話しするんですけど、私補強ポイント今回ね、今後もしかしたら OB じゃなくなってくるかも。はい、1回目は5枚で、5枚目が A ランク以上確定かな。はい、です。ちょっとね、まあ、ピッチャーは投手中継ぎ補強ポイントなんですけど、 OB って球種少ないところもあってちょっと難しいところでもあるなっていうのと、来ないですね。まあ、あとは野手もね。はい、じゃあちょっととりあえず5枚目見ましょう。5枚目この方です。こういうとこから来てくれないかな。なんかめっちゃ出るな、西川選手。はい、ということで、まあ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 、いい感じいい感じ、普通ですね。確定分って感じです。次が10チーム出るのかな。はい、そうで野手もね、欲しいのがセンターラインなんですよね。まあ、センターいるんで、まあ、セカンド、ショート、キャッチャーで、キャッチャーは OB が欲しいんですけど、まあ、でも、まあ、古田さんか田淵さんどっちか絶対取りに行こうかなっていう感じなんですよね。はい、よしよしよし、まあ、S ランクはなかなか来ないですがね。よし、引きましょう。今ね、10何連敗忘れちゃった。20連敗ぐらいしてんのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、ずっと引けてないジョンソン選手、そろそろ引きましょう。いきます。はい。もう何枚目 ?5 枚6枚引いてんじゃないかな、糸原選手。はい、マジで引けない。ちょっとガチャ変えたから来るかなって思ったんですけど、そう甘くもないと感じですかね。次、 S ランク確率2倍で、なんかこれね、プレミアムスカウトの S ランク確率2倍ですということなんで、まあ、5% ですね。5% で5% で S ランクきます。はい、じゃあ次行きましょう。まあ、5% かで 5% を5枚引いたところで出るのかなっていう感じなんですけどね。まあまあまあ、でこれ最後の確定分が2倍なのかな、わかんないけども。そうなのでね、ちょっとね OB で補強する感じじゃもしかしたらないかも。あ、嘘、来たよ。割れましたね。これってやっぱ5枚目で来るのかな。ちょっとちゃんと読まない。あ、来たよー、来たー。茂木英五郎、やったー、茂木選手、やったー。5枚目は普通に A ランクかな、 A ランク以上ですね。A ランク栗山選手、やった、これ出るじゃん、みんな出るよこれ S ランク、びっくり。いやでもね、現突できないな、ショートですけど、さっきそうショートも今補強ポイントでずっと坂本選手をね追いかけてるんですけど、わー、引けましたね S ランク、嬉しい、茂木選手。はい、ということで、よしよしよし、もうこれだけでも引いた価値はあったかな。なんか福袋とかね、こういうのは割と、うん、S ランクの引きはいいですね。じゃあ次、勝負のラストですね。ちょっと確率もう一回見ていい？3回目普通に S ランク選手の登場確率が2倍にアップだから、普通に全部倍って感じですね。全部 5% だったんですね。で、次4回目なんで、自チーム A ランク1人確定です。あと自チーム確定、5枚とも自チームが来るみたいな感じなんですかね。ちょっとわかんないや。あ、そういう感じか。さっき B ランク全部阪神だったのかなって全然気にしてなかったです。じゃあラスト引いていきましょう。なんかガチャ最近いろいろこまごまですけどいろいろ引けて楽しいです。なんかねやっぱり普段 OB とか TS とかアニバーサリーとかそういう決まったガチャばっかり引いてたので、こういう工場選手しか出ないガチャってねあんまり引いてこなかったんですよね。それこそバリューとかそういうのもあんまり引いてこなかったんで、なんか新鮮で楽しいですね。ちょっと今後は工場狙いがもしかしたら増えてくるかもしれない。自チームしか出ないんだここ。ここで A ランク出てくれよって感じですね。本当に出ないけどなかなかね出ないですね。本当だ、タイガースしか出てなかった。気づかなかったわ。はい、ちゃんと読みましょうって感じですね。じゃあ次、もう本当にここで終わります。今日はここで終わりますよ。はい、いきまーす。ニュー嘘、何これ何これ何これいきます。閉じる。はい、やったーマジかー、よかった引いて。こんなガチャから来るのかよ。ちょっとこんなガチャって言ったらあれですけど、初めて引くガチャだったんで、ちょっと本当にこのガチャ信用して大丈夫みたいな。この前の4連福袋もっと引いといた方が良かったんじゃないのみたいなとこあったんですけど、 OB を見てから決めたかったんで、よかったー、来たー、嬉しい。まあね、本当に自チームのところではね、ここの確定の A ランクしか出なかったですけど、よかったー。でも経験値 1.8 倍終わっちゃったのはちょっとあれですけど、まあそれはねコツコツ育てればいいかなっていう感じです。よかったー。最後まで出なかったのは青柳選手でした。青柳選手の A ランクだけ今んとこ出てない。12分の11出てるんで、はーい、なんかちょっと縁がなかった。いや、よかった、出ましたね。コナミさんに願い届きましたね。ちょっとツイッターでいろいろネチネチ書いてたんで、私のアカウントに本当に P.J. さん入ってますかコナミさんみたいなツイートをしてたんで、いや、よかったです。よかったよかった。ちょっと騒いじゃった。ね、夜なんであんまり大声出しちゃダメなんですけど、よかった。はい、ということで、嬉しい、嬉しい。選手当てクイズやりましょうか、せっかくなんでね。ちょっと枠だけ整理してきます。はい、ということで、いやー、本当に嬉しいです。よかったー、やっと決着つきましたね。もう何連敗したか忘れちゃった。後で数えとくんですけど、20何連敗してます。よかった。ミキさんも散々あれだけ A ランク犠牲にして回してきたんで、よかったなっていう感じです。ちょっとオーダー見せてからにしようか。選手当てクイズも最後に絶対やります。でね、今ね、極みじゃないのが BJ さんだけだったの。あとはゲントツコーチは現役にはね絶対ゲントツコーチは使いたくないっていう、割とそういう考えでやってるんですけど、牧田さんはゲントツコーチ使いました。ワールドスター TSOB 以外は使ってないんですよ。でジョンソンさんだけちょっとドッグマックスにしちゃったんですけど、そう、これで全極みになるかな今のオーダーは。でね、そう、補強ポイントがね難しくてねそう、まあ、ベンチはどうにでもなるんで、本当にセカンド、ショート、あとやばいキャッチャーと、あとまあ先発中継ぎなのでちょっと難しいんですよね、なかなかね。村田さん、ちょっとね、長嶋さんはねぶっちゃけ欲しいんですよね。ミパ同地 A で守備もサードで A でしょ、欲しいんです。本当にリアタイやってると村田選手めっちゃエラーするんで、今日とかめっちゃやばかったんで、ちょっとね欲しいんですけど、まあちょっと累計は生放送か動画で引きます。はい、じゃあ選手当てクイズやります。ちょっと電池もうないんでやばいんで、はい、行きましょう。ノーマルスカートを単発で引いて画面隠すんで誰が出たかを当ててください。よし、私は寸評を読んでヒントを出していこうと思います。これどうだったか、出したことあったかな、忘れちゃった。読みますね。右肩の故障がありながら17試合で7勝5敗とシーズン後半はチームに貢献。今季は万全の体調で1年間働き、2桁の完投が目標とのことです。ちょっと数字もあるけどちょっと抽象的、肩の故障、でも肩の故障ってね多いのでねあれですけど、ということでこれだけじゃ難しいと思うので、選手名鑑の方も読んでいきたいと思います。読みますね。前半戦は右肩痛に苦しみ1勝5敗、防御率 4.88、 しかし休園休みに沖縄のパワースポットを訪れたのが効いたのか、後半戦は6勝0敗 1.75 と復調した。日本シリーズの第4戦で沖縄出身投手では初の白星を飾った。漫画「キングダム」が好きだそうです。ちょっと日本シリーズ第4戦で沖縄出身っていうところから、まあまあ、もしかしたらね、だいぶ絞られるというか、あの人かなって分かる人は分かると思うんですけど、いかんせん情報が去年のね、情報な、2018年の情報なので、ちょっと記憶を遡らなきゃいけないところですよね。はい、ということで、そろそろ電池もやばいんで、正解発表いきたいと思います。正解はこの方でした。どどん。東山奈緒選手です。はーい。ちょっと、キングダム好きとかそういうの全然知らなかったんですけど、沖縄出身とかね、まあいろいろあると思います。あったと、ヒントはあったと思います。ということで、今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で。いや、本当に良かったです。ジョンソン選手ありがとう。バイバーイ。おつくみ。